谷底から見上げた様子、エルカミニート・デルレイは、スペイン・アンダルシア州マラガ県、アロラ近郊のグアガル・オルセ川に沿った、ガイタネス峡谷の断崖絶壁に作られた歩道。エルコマニート・デルレイとはスペイン語で、王の小道を意味し、またエルカミーノ・デルレイとも呼ばれる。ロッククライミングの名所であるエルチョロから、広いところでも道幅1メートルに満たない小道と、 山道が全長3キロメートルほどにわたって続いている。道の荒廃、崩落が進んで廃道と化し、21世紀諸島には基本的に立ち入りが禁止されたが、クライミング目的の観光客がよく訪れ、危険な道として知られていた。2011年から改修工事が行われ、2015年3月より再開通した。通行の様子をの小道は1九百一年。 周辺の治水工事のための資材と人員の移動を目的として、チョロ滝とガイタンレイホ滝の間に建設が開始され、4年後の1905年に完成する。1921年に当時のスペイン国王アルフォンソ13世が上流に完成したグアダルオルセ白シャクダム完成式典に出席する際にこの道を通行したため、 その後、王の小道という通称で呼ばれることになった。しかし、ダムが完成してからは、用途がほとんどなくなり、長年にわたって放置された状態が続いていた。その後に事故が相次ぎ、1999年と2000年に起きた2件の事故で計4人が死亡してからは入り口に柵が設けられ、原則として立ち入り禁止となっていたが、立ち入り禁止後も、 トレッキングやクライミング目的の観光客が多く訪れている。修復前の道の大部分は鉄の支柱塗料の上に板状のコンクリートを成形した簡単な参道からなるが、その幅は非常に狭く安全策はほとんど失われていた。そのため通行者は安全ロープを身につけ岩肌に沿って渡された鎖やワイヤーを伝って歩く必要があった。 土台となるべき薄いコンクリート面は、至るところで穴が開き、いつ崩落してもおかしくない状態だった。また、中には完全に崩落している部分もあった。そういったところでは、残った細い鉄の針を伝って歩かねばならない。そのため、一歩足を踏み外せば、最高230メートルから谷底まで真っ逆さまに転落してしまう危険があった。 改修後古い歩道の上に新たな歩道が整備されたアンダルシア州自治政府では700万ユーロを投じた再整備計画が実施され、2011年から工事が行われていた。整備工事は2015年3月に完了し、3月28日から通行が可能になった。ありがとうございます。